僕はあの編集のお仕事をやらさせていただいてて、あの毎日ずっとヘッドセットをくっつけて、はいはいはい、やってるんですけど、ジムでもやっぱりあの、うん、もちろんジムの音楽聞かれるの好きな方いらしてヘッドセットつけてます。木澤選手はあんまりそれ見たことないですけど、つけないですね。あ、それどんな風を思いますか？僕ダメですね、集中力出なくなります。集中力出なくなる、はい、はい、これちゃんとあのデータというデータであるのかわかんないですけど、はい、イヤホンつけて、はい、あまり近くで音楽流しててパワーの発揮が落ちるっていう説もあるんですよ。これこの間なんかアイアンマンかなんかかな、この間特集で荒川さんが確か言ってますね、パワーリフターの、はい、あのヘッドセットやると、はい、あのパワーが落ちるっていうあの説もあるのでって、で僕まさにそうですね。これなんでかというと、やっぱりあのジムの BGM かかってるじゃないですか、はい、でもこれって雑音の中に、まあ、流れてる1個の、はい、まあ、雑音になるんですけど、はいはい、ヘッドホンで間近で大音量流すと、はい、全部消えちゃうじゃないですか、はい、で自分の息遣いとか、はい、あとマシンのこういう動くプレートが当たる音とか、はい、あとプレートがカタカタって折れる音とか、はい、まあ、一番僕が嫌なのは自分の息遣いが分かんなくなっちゃうんです、はいっていう、こういう吸っていくこの、はいはい、で全部がやっぱり僕の中ではデータなんですよね。だからしゃがんでいく時のこので自分の吸うこの呼吸のこう息の音、はい、だから僕は音っていうこうなんですかね、情報をすごいトレーニング中に入れるんで、それがなくなっちゃうともう なんだろうな、目隠しされたぐらいっていうことはないですけど、あのかなりあのなんかあのなんか気が散っちゃいますね。なんであのうちのジムの若い子たちにあまり勧めてないです。木澤さんとこのジムで撮影させていただいている時にヘッドホンしてる人って見たことない。僕結構あのまあ怒りはしないですけど、はい、集中できなくないっていうと、はあ、あ確かにっていう子もいますし、まあ、してる子もいますよもちろん、はい、まあ、別に何も言わないですよ、そんな、はい、やめろとか言わないし、そんな自由だし、はい、でも僕はあの本当にずっとそれは感じてますね、はい、だからあんまりまあ慣れちゃえばいいのかなと思うんですけど、はい、僕はもうダメですね、はい、すると本当に聞いてる感覚も落ちちゃうし、はい、力出すタイミングとかも、はい、あのずれちゃいますと、はい、いうところで僕はヘッドホンはあまりおすすめしないです。おすすめしないって言ってるだけで、まあ、あの別にするなって言ってるわけじゃないですけど、まあ、僕みたいな人もいますよっていうです、ね、まあ、あとはやっぱり、うん、ジムって結構、まあ、危険もあるじゃないですか、まあ、例えば何かガチャンって、ねはい、危ないとかってね、はい、ダンベルドンと落ちる時もあるわけですよ、万が一ね、はい、その時にやっぱり何も情報も入んないよって僕結構怖いなと思って、はい、思わないですか？僕はあの街中で、してる人が、まあ、僕自身はちょっと信じられない、まあ、だから例えば街中で自転車とかダメですよね、多分って思って警察捕まりますよね。捕まるかどうか分かんないですから、うん、多分自転車のヘッドホン止められた人いるって言ってましたよ、うちのお客さん。ああ本当ですか？あれ多分ダメだと思うんですよね、うん、あのだあ危ないですよ、危ないですよね、まあ、歩いてる時はあれかもしれないですけど、だから歩いてても結局、まあね、背後から何かが来る、例えばだからなんかそういう物取りだなんだっていうのは足を向き足出しに来たら聞こえないかもしれないですけど、なんか走ってきたりしたら聞こえればなんだってなるじゃないですか。そういうのは全く情報がやっぱりだから自分のその得られる情報の一つを放棄しちゃうっていうことは完全にシャットアウトしてるんで、結構僕は特にジムの中では、あとだから例えば何か誰かが危ない時、すみすましに挟まってます、何か潰れました、あーっと助けてとか言ってても聞こえないですよね。あそれってすごい僕あのそれも自分嫌だし助けれないのも嫌だし、はい、そう考えると僕はちょっとジムのヘッドホンはあんまりいいとは思わないし、はい、ただ有酸素やってて、はい、まああのね音楽聴くのは 僕,、はい、僕もやりますし、はい、危なくないって思うんですよ、なので、うん、とは思います、はい。